久保さん、千里の道も一歩でございますね。はい。気がつけば、1月も終わっちゃいましたね。はい。まだ終わってねえか。はい。<laughs> まあ、あのー、なんだろうな。あ、久保さんが言うように、その、1000万。まあ、年間1000万だと、まあ、100万、80万ぐらいですかだいたい90万ぐらいでいくのかな まあ100万いかないぐらい、90万ぐらいの売り上げ、12ヶ月出せば100、1000万超えていくと思うんですけども、まあそれに関しては、まあ本当に基本をしっかりやっていくだけでいけます。基本をね。ただその基本っていうのが、うーん、初心者にとっては僕たちの基本と初心者の基本は、うー違うのかもしれないですね。うん。例えば僕たちの基本の基準っていうのが、 なんか動画に関しても別にその、なんだろうな、初心者の人の基本は1週間に1本アップロードするのが基本かもしれないですね。やっと1本アップできるみたいな。僕たちの基本は1日何十本でも別にアップロードできるよみたいな基本なんで、うん。だからその基本の基準、あげ、あげ、基本の基準の問題だと思います。うーん。基本の基準が高くないと、 だん、だプロ野球選手の基準と多分一般の草野球でなんか勝っても負けてもいいようなね、えー、感じでただ楽しくやっているうー人の基準って絶対違うと思いますこれねイチロー選手が言ってたんですけどプロで飯食っていくんだったらあのー、なんだうーん嫌,いあのい嫌なこともあるし嫌いなこともあるし もはや好きだったものが好きじゃなくなるかもしれないよというような話をね教えて一郎選手みたいなねあの授業があるんですよでそのなんだっけなその子供が寿司屋かなんかのりやりたいみたいな好きだからな,な,んかなんかそれで一郎選手になんか聞いてるんですよね一郎選手がそれ回答するんですけど、まあ、好きを仕事に変えるのはいいけどプロとして飯食っていくんであるならば 何だろうな嫌いなこともやらないといけないだろうしそのなんだす好きという概念ではできないと、うん、だまあイチロー選手なんかね相当のプレッシャーとか重圧あっただろうしまあまあそれはイチロー選手ならではの言葉だとは思いますけども、うん、まあはっきり言って何だろうな僕自身もなんだまあ動画を撮りたかったから撮ったわけじゃなく 一番動画がビジネスにとって有効的だろ、う。無料でできてね。って思ったから、うん、嫌い、しゃべるの嫌いだったけど始めましたし、なんか、それで飯食っていくんであるならば、うん、やるべきことをやらなければダメだし、うん まあ嫌いなことでもやっていかないといけないところもあるだろうし、好きだったけど嫌いになる部分もあるだろうし、でもそれでもやっていくなんか例えば会社勤めしてね、例えば上司に仕事振られるじゃないですか。いや、上司その仕事私嫌いですって断れますいや、上司その仕事私嫌いなんでできないです。いや、上司それ、その仕事私苦手なんでできないです。 いや私そ、そんな仕事やるためにこの会社入ったわけじゃないですって断ってたら、その会社に入れますか多分入れないですよね。多分そのなんかネットビジネスになると、なんかそこがね、なんか変わっちゃう人が多いのかなっていう。もちろん自分の好きが市場のニーズとマッチングしてるんだったら、それはね、ビジネスになり得るかもしれないですけど、マッチングしてなかった時に自分一人よがりになっちゃうんで、その好きは。 うん、これが好きだよっていうところで相手もおもしいねってなってなんかその市場とマッチングすればいいですけどなんかこれが分かりやすい例で言うならばうーんやっぱ YouTube をビジネスとして使ってる人と使ってない人の差が露骨に出たなっていうのがあってこれはやっぱメガウィン TV さんとヒカルんの違いですね、まあ、ヒカルんは YouTuber もビジネスでやってます、まあ、ラファエルさんもビジネスやってますみたいな話でね あのビジネスとして YouTube を使っていて市場でどういうニーズがあるのかっていうリサーチした上でそこに企画をぶつけていくでメガウィンさんはもう昔からずっといた人なんですけど好きなことをずっとやっててで当時は YouTube でその好きなことをバーってなんか面白いことやってる人少なかったんですよだからまず市場の原理としてはまず発信する人がいなかったうんでメガウィンさんやってましたで面白いことやってました だから、面白いことやってる YouTube、日本人で面白いこと YouTube でやってる人が少なかった。だから見られた。だけど、まあ、ライバルめっちゃ出てきて、メガウィンさんより面白い人も出てきた。芸能人も出てきた。だから、市場とメガウィンさんの好きがマッチングしなくなったんですよね。で、メガウィンさんは、まあ、自分の好きをこうやずっとやってるんですけど、やっぱその再生全然されなくなっちゃったわけですよ。でも、ヒカル君とかラファエルさんとかはもう市場のニーズっすよね。 どういうものが求められてるのかっていうところで動画の企画どういうのが再生されるのかって突き詰めてった結果一気にぶち抜いてたわけですよこれね非常に難しくて好きなことをやっぱやるっていうのはやっぱ続ける上で大事なことかもしれないですしまあ僕も言います、うん、自分が好きなことだったら続けられるよねっていうだけどプロ,にプロになるってことは嫌いなことでも、うん、好きになっていくぐらい 嫌いなところでも好きなポイントを見つけるとか、うーん、まあ仕事ってそうだと思うんですけど、今まで成し遂げてないことだったりとか、今までその開発していなかったとか、今までは世の中に出ていない商品とかを作り出していくっていうのは仕事だと思うんですよね。だからプロもそ,そういう感じだと思いますけどね。うーん、それができるかできないかですね。うーん それしかないでですねお金を稼ぐ上で、うん、だって市場と市場じゃないですか誰がお金払うのかって話で <laughs> そのお金が払うお金払う人とマッチングしていなければ売れなくないですかうんそう再生もされないだろうし、うん、見たい市場で見,見,られ見たいものと自分が発信することがマッチングしなかったら再生伸びないわけですよ でね、ある程度ファンができる。久保哲郎にファンができれば、別に、なんだ見られるようになるわけですよ。別にどんな動画でも、どんな動画でもね。だけど、久保さんもね、いろいろとね、キーワード入れてね、いろんな動画撮ってね、アクセス集めてるわけですよ。で、そこでフックで集めた上で、この人面白いなってなったところで、自分の好きなやつやったりとかしてますけど、まあ僕もそうなんですけど。だそれはね、 さじ加減非常に難しいんですけどね。これは。まあまあ、一言で、まあ、まとめ、まとめると、ん、知られなければ、売れることはないってことですね。知られることがなければ、売れることはないと。うん。そう。だから、知られるために、日々、どうやったらアクセス稼げるのか、どうやって見てもらえるのかっていうのを考えていかないと、稼げないですね。 い、うん、ってらっしゃい。